高機動ロケット砲システムハイマースは有効かと質問すると軍人たちは、1、2状況によると答えているみたい。状況とはその場の地形気象、戦況、必要性と可能性、政治的考慮などだね。兵器は活躍する場面に合う状況で使用されることが前提であり、場面が合わなければ、その有効性を発揮できないからな。時と場合によるってことだね。そういうこと。さて今回はこの問題について、ロシアが侵攻し、ウクライナが奪還を目指すクリミア半島及びその周辺の州に場面設定して、考察していくよ。それじゃあ行ってみよう。2014年にクリミアを脱出したロシアは2022年2月24日キーフを攻撃し、ウクライナ全土を手中にしようと目論むも、失敗に終わっているよ。ロシアはウクライナのヘルソン州クリミアの北隣とその東のザポリージャ州、ロシアに隣接するドネツク、ルハンシク、ハルキウ州を脱出しようと戦闘を激化させ、この地域における戦闘は、主として砲兵戦でその後で戦車や歩兵戦闘車が進撃する戦法が取られたんだ。一方ウクライナは、2月24日の爆撃やミサイル攻撃で奇襲され、防衛体制を整える間もなく、精度の低いグラドなどのロケット砲による大量砲撃を受け、ロシアからすれば計画的かもしれないけど、ウクライナは民間のアパートや公共施設に対する精度の低い攻撃を受けて多数の民間人の犠牲者が出たのは記憶に新しいよね。当初の戦況は圧倒的戦力比からロシアが有利に進展したんだけど、ロシアがウクライナを見くびったのか、自国軍の能力を過信したのか、完全な制空権を得ないまま戦果を焦ったことが災いし、ロシアは複数の場面でウクライナの領土奪還を阻止できなかったってわけ。さらにその時期にウクライナに対する西側の支援が拡大され、6月23日ウクライナのオレクシー・レズニコウ国防相が、米国からハイマースを受け取ったことを発表しているよ。ハイマースは、敵砲兵の射程外から敵後方の砲兵や補給施設を高精度で射撃でき、撃ち返しの報復射撃を受ける前に迅速に陣地変換ができるからな。ハイマースは6輪トラックに、射程約 80km の 227mm 精密誘導ミサイルを6発装填した発射ポッド1個を搭載しており、精密誘導ミサイルはクラスター弾頭の外体弾頭 M30HA2 弾と単弾頭の M31HA2 弾があるよ。外体弾頭は目標上空で破裂し約18万2千個のタングステン調整破片で飛行目標を打撃し、単弾頭弾は200ポンド 90kg 高性能削薬破片弾となっているんだ。ハイマースは 80km 以内であっても移動目標は苦手だし、停止している集結部隊でも適切な間隔を維持していれば、ハイマースが射撃しても効果は薄くなるんだよね。だけど、後方連絡線の端などのアイロ、敵指揮所、弾薬庫や弾薬集積所はハイマースにとって格好の目標で、航空攻撃は天候に左右されるけど、ハイマースは目標座標が分かっていれば昼夜の区別なく悪天候でも射撃できるんだ。地上部隊が保有する戦術ミサイルは遠距離を射撃できるが、費用対効果の面でハイマースが有利だな。精密誘導ミサイルは、発射前、目標の位置情報を受け取り、発射後は、安定翼を展開。IMU 管制測定ユニットと GPS 全地球測位システムを利用して誘導され、併用した場合 CEP 半数必中回は5メートル以内とされているよ。まさに精密誘導だね。また、約70度の落下角度で着弾するため、都市部などでも周囲の建物に邪魔されずに目標を攻撃でき、前線の兵士からは射程 70km の狙撃ライフルと呼ばれているんだって。うまいこと言うなぁ。確かにそこまで正確だと、狙撃に近いかも。アメリカ統合参謀本部議長マーク・ミリー将軍は、7月に、少なくとも200人のウクライナ軍人が、ハイマースの戦闘仕様とメンテナンスの訓練を受けたと述べていて、ウクライナ軍はハイマースシステムを非常に迅速に習得し、ロシアとの戦場でその有効性を示しているよ。ハイマースには射程 300km 直径 610mm 単弾頭の陸軍戦術ミサイルシステム、エータクムスアーミータクティカルミサイルシステム、エータクムスの単弾頭 M57E1 射程70から300km もあるんだけど、今のところアメリカのバイデン大統領は、エータクムスのウクライナへの供与に関し OK していないみたい。ウクライナ南部クリミアで2022年8月上旬に飛行場、弾薬庫、変電所、鉄道駅、クリミア橋で大規模な爆発があったんだけど、まずロシア海軍の第1級先飛行場のボフェドリフカの飛行場における2022年8月9日の爆発について話していくね。破壊されたのは、おそらく12機の航空機で、この飛行場には空母を模擬した270メートルの訓練用飛行場2とかがあるんだけど、当初、ロシア国防省は複数の航空機弾薬の爆発事故であると発表し、攻撃されたとは認めなかったんだ。
ウクライナのレズニコウ国防相も、ロシア兵のタバコの不始末が原因だろうと述べていて、今回のウクライナ戦争でロシアが1日で失った飛行機の数としては最多でロシア国防省も事故と言わざるを得なかったんだろうね。飛行場の周りには当然防空網が完備されていたはずだしね。しかし、9月7日ウクライナ軍最高司令官参謀総長バレリー・ガルジニー大将が、先飛行場にミサイル攻撃したことを認めているんだけど、どのミサイルを使用したかには触れていないんだ。8月初旬のウクライナ支配地域から先飛行場を攻撃できる多であろう兵器は、アメリカ製のハイマースから発射されるエイタクムスかとも思われ、エイタクムスなら先飛行場は射程内となっているよ。この攻撃時に先飛行場で2回の大きな爆発音と10回の爆発音が聞こえたみたいで、攻撃で残された左の3つのクレーターの大きさは Google Earth で計測すると20から25メートルとなっているんだ。クレーターからの爆発物が広がった方向も同じで、方向から見ると海側から攻撃したものと推測されているよ。しかし500ポンド227キログラムのエイタクムスだとするとクレーターが大きすぎるんだよね。一般に500ポンド爆弾でできるクレーターは5メートル程度と言われているからな。酢酸クラスの 0.5 トン爆弾でないとこの大きさの穴は開けられないと思われるぜ。3箇所あるクレーターの右のものは形状が違うから左の3つの爆発で爆弾が誘爆したと考えられ、エイタクムスでも2から4発撃ち込めば駐機している航空機に対する効果は期待できるだろうけど、アメリカ製のハイマースが使用されなかった理由として、エイタクムスがすでに供与されていたとしてもロシアを過度に刺激しないという政治的理由があったかもしれないね。先飛行場以外の爆発については、セバストポリのロシア国会艦隊司令部が20日に無人機攻撃を受けたとされていて、その他についてはミサイル攻撃だとする資料が見つからなかったから、パルチザンや特殊部隊の成果と推測されるよ。ゼレンスキー大統領は8月23日、占領下のクリミアを国家が正しいと考えるあらゆる方法で他の国と協議することなく、奪還する。この問題に関して他国と協議することは不適切である。ウクライナ軍は自国の領土にあるロシアの軍事施設を攻撃する権利があると述べているよ。ウクライナ製で先飛行場を攻撃できる兵器は、移動式短距離弾道ミサイル作戦ウクライナ語でハヤブサ、輸出用名称グリムに、グリムは雷、巡航ミサイルコルシュンにウクライナ語でタコ、超音速ミサイルブリースカフカウクライナ語でイナズマ、対艦ミサイルネプチューンウクライナ語で海王星が候補として考えられるんだ。ウクライナの作戦戦術システム作戦グリムにユジノエ設計局製造は、射程 350km、半数地中海5から15メートル、弾頭部 480kg となっているよ。作戦への目標指示は、UAV や特殊作戦部隊を含む情報機関が提供することができ、作戦用の地形輪郭マッチングテルコムシステム、3mm 帯域のレーダーシーカー。先飛行場攻撃は、米紙ニューヨークタイムズによれば、匿名のウクライナ政府関係者の話として、先飛行場攻撃にはもっぱらウクライナ製の装置が使用された。またウクライナのパルチザンと共に敵の後方で活動する特殊部隊が背後にいたとしているようだな。7月以降に開始されたウクライナの領土奪還について考えてみると、プーチン大統領は9月24日、広報保障担当国防省代理ドミトリー・ブルガコフ上級大将を解任したよね。この広報保障担当国防省代理は兵站支援の最高責任者で、ブルガコフは兵站一筋にやってきた人なんだけど、この解任はロシア軍の兵站支援が激しく低下していることを如実に物語っていると思わない？後任者はウクライナ人からマリウポリの虐殺者と呼ばれるミハイル・ミジンツェフ大将だな。彼は、シリア内戦ではロシア軍を率いて、アレッポの街を壊滅させた残虐な作戦を指導しているぜ。冷酷な人なんだろうね。でも、兵站の経験はあるのかな？彼の経歴は作戦指揮だけで兵站については経験がないみたい。つまり兵站業務は専門的な仕事ってわけだね。部下部隊は経験のない上司に従うか疑問に思えてくるけど。今回の人事異動は、ハイマースが有効であることを証明していると思われるんだ。ハイマースは、敵の後方目標を正確に撃破し、敵戦力を減災するという点で優れており、素晴らしく有効だしね。2022年7月6日ウクライナ軍参謀総長は、ハイマースと西側の自走砲はウクライナ軍で運用されている。ウクライナの砲兵は敵の兵站を混乱させていると述べているよ。ロシアは2014-2015年に、占領地に数十の倉庫と保管施設を設定しており、それらの大部分は、鉄道駅の近くの民間の建物にあるんだ。ロシアは週に最大1万トンの弾薬、予備戦車、榴弾砲、および燃料を戦場に供給していると言われているよ。ハイマースの射程は最大射程の 80km で発射しても完全な精度を維持するんだけど、
ウクライナの砲兵隊が兵站基地や弾薬集積所を正確に攻撃したため、ロシア側はの積もるの弾薬や糧食、燃料を失い、より遠くからトラック輸送してこなければならなくなったってわけだな。補給幹線上のトラックも途中休憩で停止集結していれば餌食になるし、ロシアのトラック台数は限られているから、補給は困難を極めているだろうね。ロシアはウクライナが使えなくする弾薬と同じくらいの弾薬を使っているし、逆に言うと、ロシアは前線に運ぼうとした弾薬の半分しか使えないことになるんだ。しかも運搬するトラックは西側よりも積載量の少ないトラックだしな。いかに兵站が細っているか理解できるぜ。これでは兵士の士気は落ちてしまうよね。7月23日ウクライナ軍がヘルソン州でドニプロ川の支流であるインフレット川のダヨフスキー橋を、翌日24日にはヘルソン州のカホフカ水力発電所ダムの橋を攻撃しているよ。7月25日レズニコウ国防省はハイマースで50カ所のロシア軍の弾薬庫を破壊した、と述べており、さらに8月にはウクライナ軍はハイマースでロシア軍の弾薬庫や補給路となる橋などの破壊し、ヘルソン州での反撃を強め、南部クリミア半島のロシア軍拠点にも攻撃を実施しているんだ。9月になってウクライナはロシア軍の重要な補給地点であったウクライナ東部ハルキウ州のイジューム、クプヤンシクも奪還していて、このようにハイマースによる兵站線の上乱破壊が前線の戦力比を逆転させ、戦況を変えたってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。チャンネル登録してね。